色中心とは、イオン結晶中の点血管に、電子や成功が補足されたある種の光種血管のこと。特定の波長の光を吸収して、色がつくため、このように呼ばれる。この内さんに研究されたのが、F 中心である。ダイヤモンド窒素空港中心の模式図ダイヤモンドの結晶中、本来は炭素があるべきところに、窒素で置換され、隣接する位置に空港がある。 複合血管で NV 中心が電子1個を捕獲して負に帯電時に NV 中心はスピンと呼ばれる磁気的な性質を示す。また NV 中心を用いたセンサはスクイードなどの他の磁気センサとは異なりベクトル磁場の検出が可能で超高感度磁気センサとしての用途が期待される。半導体量シドットやダイヤモンド中の NV 中心は それぞれマイクロ秒程度に制限されたスピンコヒーレンス時間や全発光強度のうち量子光源として利用可能なゼロホノン線からの発光が数パーセントのみで発光強度が小さいなどの問題がある。ダイヤモンドケイ空港中心の模式図ダイヤモンドの結晶中、本来は2個の炭素原子があるべきところにケイで置換され隣接する位置に2個の空港がある光子欠陥。 超高感度磁気センサとしての用途が期待される。100MK まで冷やすことで、スピンコヒーレンス時間10水が達成されたが、希釈冷凍機が必要である程度高い温度では、量子ネットワークに応用できるようなミリ秒以上の、長いスピンコヒーレンス時間の達成が困難。ダイヤモンドゲルマニウム空港中心の、模式図ダイヤモンドの結晶中、本来は2個の炭素原子があるべきところに、 ゲルマニウムで置換され、隣接する位置に2個の空港がある、光子欠陥。超高感度時気センサとしての用途が期待される。ダイヤモンドの結晶中、本来は2個の炭素原子があるべきところに、鈴で置換され、隣接する位置に空港がある、光子欠陥で室温において619ナノメートルの波長に鋭いゼロフォノン線を持って、発光する常温で機能する、量子コンピュータや、 超高感度磁気センサとしての用途が開発されつつある。ありがとうございます。